ドクター優作の YouTube クリニックへようこそ。このチャンネルでは皆様からいただいた質問に一つ一つ丁寧に答えていきたいと思います。コメント欄からぜひ皆様の些細な質問、個人的な質問何でも結構ですのでお待ちしています。さあ今日いただいた質問はですね、おそらくフィットネスクラブに勤めている、もしくはフィットネスクラブ事業に関わっている方だと思いますが、今このコロナの時代でフィットネスクラブに通った方が免疫力がですね上がるということを証明できませんかということを質問いただきました。フィットネスクラブに行った方がコロナにかかりにくいということはありませんかという質問です。これに答えていきたいと思います。まずですね、結論をお伝えします。ドクター優作の見解としては、今コロナウイルスに対応する方法としてフィットネスクラブに通った方がいいか悪いかというところで言うと、完全にいい。皆さんフィットネスクラブに通ってください。私の皆さんへのおすすめはですね、必ず運動をした方がいいということです。ですからコロナが心配でフィットネスクラブをやめてしまったという方、これはぜひ再開していただいた方がいいと私は思います。その理由をですね、今日はちょっと解説していきたいんですけども、まずですね、インターネットで皆さんやっていただきたいのは、運動、スペース、免疫力ということをぜひ入れてみてください。運動、スペース、免疫力。そこでですね、私も実際に調べて、一番上に出てきたページのに書いてあるですね、エビデンス、実験結果について皆さんにお伝えしていきたいと思います。図が載ってるんですけれども、適度な運動の継続で免疫力は向上するという図です。高齢者に適度な運動を続けてもらい、唾液中の粘膜、免疫粘膜 IgA を測定した実験結果、運動前よりも運動を継続した1年後の方が免疫機能が高まっていることが分かるということなんですが、グラフではですね、運動を始める前、そして4ヶ月後、12ヶ月後の IgA というですね、抗体の分泌された量が書かれています。でね、IgA っていうのが何かわからないよっていう方のために説明しておきたいんですけども、人間のですね、免疫力っていうのは、いろんな細胞、免疫に関わる細胞と、抗体っていうですね、悪者にくっついて、それを悪者だと分からせてもらえる物、その抗体っていうものがあるんですけど、そういったいろんなものによって行われています。複合的なものなんですね。でその中で、人間がこう実験として研究として測れるものっていうのは限られていて、一番ねこう測りやすいのが、唾液を取ってきて唾液の中にある抗体の量っていうのを調べるのが一番分かりやすいっていう感じになるんですね。で唾液に出てくる抗体の種類、 IgA とか IgE とか IgG とか、いろいろローマ字でですね、いろんな種類があるんですけど、その抗体の中で唾液に出てきやすいのが IgA ということで、この唾液の中の IgA を測るというのがよく行われるということになります。シンプルにですね、多ければ一応免疫が機能が上がっているというふうに言えるというふうに捉えて間違いないと思います。ここで書かれているのはですね、適度な運動というのが最大酸素摂取量の 50-60% って書いてあるんですけど、ちょっときつい、ややきついぐらいの運動ということになります。これを1日20分から60分週3回以上を目安にして長期間継続してほしいということが書かれています。このですね、研究を見るときは必ず研究の限界を考えてほしいんですけど、どれぐらいの人数の規模で行ったのか、そして、運動以外の生活習慣は一致していると言えるのか、例えば睡眠の習慣や食事の習慣は一致しているのかとかですね、そういうのも考えてほしいんですが、トータル的に考えてこの運動をすると免疫機能が上がるというのは、ある意味当たり前のことかなというふうに思います。いろんな理由が説明できるんですけども、例えば運動すると血液の循環が良くなりますよね。循環が良くなっていろんなホルモンが出てくるとですね、いろんな臓器の機能が向上するんですね。こういったことで免疫に関わる臓器っていうのがいろいろあります。脾臓とかね、胸腺とかありますんで、こういったところがこう活性化してくるということが言えるのではないでしょうか。もう結論は運動した方がいいっていうのは当たり前なんですが、じゃあ皆さんが考えているのは、とはいえフィットネスクラブでいろんなね運動器具とかって手で触るし、
フィットネスクラブに行くまでの間、電車に乗ったり、人に会ってしまって感染の可能性が増えるんじゃないかっていう意見があると思うんですけど、その意見はですね、まあ当たってると思います。ただですね、まあ何と比較するかっていうことなんですが、今実際に会社、いろんな会社でですね、私も会社の産業をやってましたけども、会社でですね、まあ時差出勤とか人数減らしてるとはいえ、明らかにフィットネスクラブよりも密な環境で仕事をしてるんですよね。これと比較して、じゃあ会社には行くのにフィットネスクラブには行かないっていうのは全然おかしな話で、会社に行っているんであればフィットネスクラブに行ってほしいなというふうに思います。実際にですね、私たち医療職の、私の感覚としては、コロナのウイルスが、こんなにね、蔓延するまでの間って、やっぱりまあ病院でね、いろんな肺炎の患者さんっていうのはいるわけで、いろんな菌を持ってる患者さんは病院にはいます。もちろん、病院室に入るときは手袋をして、病室から出るときは手袋を取って、マスクもちゃんとしてますし、手指消毒もね、毎回病室に行くときはやるはするんですけども、それでもね、その感染、菌がそこら中にくっつくことを防げないっていう状況があります。で、その中で病棟でもたくさんの菌がある中で、いろんな先生が触ったキーボードを使ってですね、カルテ作業をしてるわけなんで、菌とかウイルスから逃げることはできない環境なんですね。病院っていうのはそういうものなんですけど、そういうところででもですね、インフルエンザにたまになる先生はいますけども、いろんな肺炎の菌にやられたとかですね、実際に感染してしまうっていうケースは非常に少ないんですね。これ何かっていうと、実際に菌にこう触れているかというよりも、自分の中に免疫力が高まっているかの方が重要だということを私は伝えたいんです。病院の中で働いている先生や看護師さんたちは常に菌の中にいます。ウイルスの中にいます。それでも皆さん、すぐに感染しないのは免疫力があるからなんですね。なので、フィットネスクラブに行くかどうかを考えているよりはですね、タバコをやめる、お酒をやめる、睡眠をしっかりとる、運動をしっかりする、これをしていただいた方が感染の確率を減らせるということになります。実際フィットネスクラブでは入る前に手指消毒をしますし、入る前に手指消毒をしてしまっていればですね、正直触ることに関しては問題ないと考えられますので、もしねそこに感染している人がいたとしてもですね、会社に感染している人がいる可能性と比べれば、距離も遠いですし、飛沫感染ですね、する可能性は少ないですので、ご自身が接触感染に触れて、それを口に運ぶ前に消毒していただければ問題ないかなというふうに思います。で、さらに言うと、やっぱり、それでも不安だっていう人非常に多いんですよね。なので私はこのオンラインでフィットネスをするというものを皆さんのためにやっています。私はオンラインサロンでは6時から6時半30分間 Zoom でエクササイズをするということをやっています。先ほどお伝えした研究の結果にもですね、20分以上の運動をしてくれというふうに書いてありますので、30分の運動を毎日するというのは非常に免疫力を上げるために理にかなっていると。で、週3回以上って言ってましたけども、こういうものはですね、頻度が多い方がいいっていうことは明らかなので、毎日ね、もし出れる方は出ていただいて、ただ週3回以上でいいっていう結果は出てるので、忙しい方はですね、朝のオンラインコミュニティに週2回ぐらい出ていただければ免疫力が向上してくるということがあります。なんでね、フィットネスクラブとはいえ心配だという方はオンラインサロンぜひ入っていただければなというふうに思います。あとはね、 YouTube ライブでたまに夜ストレッチとかやってるんで、それも出てください。そうですね、運動する効果っていうのは本当にいろいろあるんですけど、やっぱり体を動かして、柔軟性を上げていただくことによって、空気が吸いやすくなりますよね。呼吸をしやすくなる。で、運動中もやっぱりゼハゼハしますから、空気を吸えるんですよね。そうすると新鮮な酸素が体に入ってくる。これだけでもだいぶね、体にとって重要な酸素と水なんで、新しい酸素がしっかり入ってくるということで免疫機能は高まってきます。私から今回の質問をまとめますと、フィットネスクラブに勤めている方からの質問で、このコロナ、フィットネスクラブ行った方がかかりにくくなりますよと、大会しないでください、休会しないでくださいということに、いかがですかという質問だったんですけども、フィットネスクラブ行ってた方であれば、ぜひ大会しないで、休会しないで、
運動を再開してほしいなというふうに思います。そっちの方が免疫力が上がります。コロナに感染しにくくなります。安心してください。そしてそれでも外に行くのは怖いよという方はですね、私のオンラインサロンでオンラインフィットネスをしていただければというふうに思いますし、まあ、既存のフィットネスクラブと朝活のオンラインサロンのエクササイズっていうのを合わせて使っていただくとより効果が高まります。フィットネスクラブでしかできないダンスのエクササイズだったり、スタジオレッスンだったり、マシントレーニングっていうのがありますよね。それに加えて私のリハビリ科としての知識が含まれた、もしくは治療科トレーナーのエクササイズ、これを受けられるオンラインサロンというのを併用していただくのが最も免疫力を高める方法になります。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。